ペリメニペリメニ、ベラルーシ語、タタール語、ピルマン、とは、小麦粉と卵をぬるま湯で練って作った薄い生地に、細かくひいた肉や野菜を包み茹でて食す、ロシア料理の一つ。大型小売店で、ペリメニの冷凍食品販売、外食店の食事などロシアで身近な料理である。冷凍製品のペリメニは、工場で生産され、多くは、アリエンティアンド、カッタネを、今、オス島に、 三宝ニのようなイタリアの会社によって作られている。このペリメニはパスタを作るのに使う機械で作られ、通常一つ約1 5ムで大きいトルテッリーニのような見た目をしている。ペリメニと他のダンプリングとの主な違いは型と大きさにあり、一般的なペリメニは概ね9畳で直径2から3トルであるのに対して他のダンプリングはほとんどが 通常縦長で大きいものになっている。また、ペリーメニ用の生地は、ピエロギやバレーヌイクと比べて、非常に薄く、皮の量に比べて多めに具を詰める点が異なる。また、ペリーメニは、ピエロギやバレーヌイクと違い、甘いデザートとして食べることはない。現代のロシアとウクライナでは、市販のペリーメニは、学生や独身男性に好まれる、ファーストフードに近い食事である。 アメリカ合衆国とカナダでは、形や大きさ、内容物に関係なくこのような料理をピエロギと呼ぶことが多い。ペリメニの製法ペリメニは通常冷凍しておき、食べる直前に熱湯や煮立ったブイヨンに入れ、ペリメニが浮かんできてからさらに4から6分茹でる。中身の具は牛肉か豚肉、ラムなどの肉類を使い、塩、 胡椒、玉ねぎを加えて調味するのが一般的である。伝統的なウラル地方の料理法は牛肉45%、雇用肉35%、豚肉20%を混合する。地方によっては肉の代わりに魚肉やキノコ、カブ、ザワークラウトを詰めることもある。ウラル地方では熱湯で茹でるが、シベリアではブインで茹でる。 食べる際は、香辛料やクリーム類など添え物をし、ロシアのヨーロッパ方面では、バターやスメタナが好まれ、シベリア方面ではカラシや酢が好まれている。茹でたペリメニを黄金色になるまで揚げたり、コンソメ状のスープの具材に用い、スープとしての食べ方もある。ラトビアの揚げペリメニペリメニの語源は、フィンウゴルゴ派のコミゴやマンシゴで、ジパンを意味するペリニャニである。 ロシアは他民族が住む地域であり過去何世紀にかけて文化と共存してきた経緯から近隣諸国から伝わり定着しロシア料理となったものとがある。香港のペリメニも元来はフィンウゴルゴハ民族の料理だったが現在はロシア料理とみなされている。またロシアの麺類もチュルク系民族から伝わったとされる。タタール料理にはペリメニに似たピルメンがあり。 コンソメ状のスープに入れて食べる。また、ロシアやポーランドには、ペリメニと似て、小さな耳という名の牛舌がある。ペリメニは餃子にも似ており、ポーランドのピエロギやウクライナのバレーヌイックと密接な関係があるとされる。ありがとうございます。